経歴でございました。長崎港の夏木場は長い年月を経まして、潮の満ち引きで灌漑が進み、自然に進んでまいりまして、着岸がしなくなった折に、明治37年第2港湾改良によりまして、大畑の全面に埋め立てが行われて、元札町が作られたそうでございます。笠野港船頭に豊産会長柿川澄文の方々のご挨拶でございます。
井利徳さん、徳永義弘さんを先頭に、東楽、民心楽の踊り子さん、響き、先引きと、将来の元船を担う孤独町でございます。元船町の宝、長崎くんちの宝子たちと言っても過言ではございません。そして素敵なお召し物を着て、手を引いておられますございます。元船町の奉納は今年で10回目、第1回目は入船祭りとして、現在のランタン祭り、麻生行列をコンパクトにした形を奉納したことから始まります。そのことを今後の元船町の人たちに再度確認し、継承するために4月29日、麻生様の誕生日に麻生揚げを行いました。そして9月25日は麻生の日、そして10月中旬。長崎の上田和也さんでございます。400年前長崎の歴史物語を見るような当選祭りでございます。いよいよ元船町当選の当選船の登場でございます。勢いよく上げられました。天候の様子も見えるという船尾が、万里先の風の音も知ることができるという純金地を乗せまして、東神船総監督根引きの皆さん30名、東学長は松尾秀之さん、民進学の皆様、東神船当選祭りに ご出演なさる皆様、勢ぞろいいたしました。柿川亮君より提唱の品でございます。Hi, hi, hey.
お祝いの席の曲でござります。蓮の花を持っております。六月の花、蓮、水仙の花をモチーフに踊ります。十二項でございます。
8名の計20人全員が右下限両方のポジションでできるようにお稽古をしてきました。その熱中の姿勢、ここには一番先にいらっしゃいます長崎フィーの上田和樹さんでございます。長崎上田さんから発せられる玉砕は20とも30とも言われております。踊り場の雰囲気を感じながら知られるのない精進船に上田さんがその場で感じ取った気持ちを変幻自在に操ります。八坂の皆様の熱き思いで船回しが変わってまいりますので、やはり掛け声とともに熱い思いを精進船に送ってください。やは服を招きかきましてやはと言います。服よこい服よこい、八坂の皆様に幸せが訪れますようにと願いが込められております。そして当人戦には欠かせない当学、当学長は松尾博之さん、立石さん、秋川藩二藩に分かれて切磋琢磨に稽古を進んでまいりました。ボドフナ魂そこにありと気迫にみなぎる楽隊の音曲で根引き主導に当選船を動かします。
教会が行われております。神戸船町の神様への本当に気持ちでございます。